時刻は10時30分を回りました。皆さん、こんにちは。池田由美のリファーラルフォーライフのお時間となりました <laughs>、えー。今週もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組は、面白いよう形にの AI プランニングと、壮大なビジネスと、雄大な人生をつかむ企業がコミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けしております。パーソナリティは、一生もののリファーラルを提供することで、 働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしております。ビジネスコーチ、リファーラルマーケティングコンサル、池田由美です。この番組は、リファーラル、紹介を通じて、ビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報や、どとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。双方向でお伝えしていきたいと思っております。番組では、皆さんのメッセージ、 ご要望、ご質問、どんどん募集しております。えー、まメールアドレスは7、7 9 7アットマーク f m g u i n o n e c o m 7 9 7 a t m a r f m g u i n o n e c o m までお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツーキャスやリスナジオを配,信配信してますので、えー、f m g u i n o を検索して、ぜひアプリケーションご覧いただきながらお聞きくださいね。 ツイケスキャスからはコメントお待ちしてまーす。はい、ということで今週も始まりました、えー。もうね、すっかり秋というか、もう秋すっ飛ばして冬になんか入っちゃったようなね、感じじゃないかなっていうふうに思いますが、えー、この季節の変わり目皆さん体調を崩したりしてないですかね。えー、実はですね、私、先々週、 沖縄に、えー、ね、お邪魔していた時なんですけれども、あのー、行った日は東京がもう急に寒くなった日で、朝14度ぐらいで寒くて目が覚めたんですよね。そっから急に南国の沖縄に飛びまして、行ったら29度だったんですよ、その日。もうね、あのー、今までね、もう何度も沖縄に行って、毎回、 沖縄ファッション間違っちゃって東京が寒いから寒い格好で行くと沖縄で超浮いちゃうという、ねえー、経験を何度もしているので学習して今回はですね薄着で、えー、出てって薄着で沖縄到着しましたで、えーまあ、4日間、えー、4泊あ5泊、えー、沖縄してたんですけどね えー、すごく沖縄はも快適だったんですけど、なんかね、ふあの風がすごく強い日が続いていて、うん、10月というよりは11月ぐ、11月終わりぐらいの気候ですよ、なんていうふうに現地の方に言われて、あか沖縄にしたらちょっと寒い日のね、天候なんだっていうふうにお伺いしたんですよね。でもまあ、4日間の講座が終わり、えー、じゃあ、終わって東京に戻ろう で帰ったらですね、えー、行く時薄着で、で、学習したから行ったので、帰った時も薄着でしかなかったんですが、そしたら今度ね、東京がめちゃめちゃ寒くって、うわぁ、今度はこう、えー、帰ってくるファッションを間違ったと思って、本当になんかね、えー、ね、もうコート着てる方もいらっしゃったぐらいだったんで、 いや、ちょっとね、この四五日の間になんかこう、季節をブワーッと駆け抜けちゃったなぁなんていう感じがしました。まあ、えぇ、ー、もうこの沖縄バッションはね、ちょっと私の永遠の課題かなって思ってます。 まあでも今回も、ねえー、4日間の講座は本当に充実して皆さんと楽しく過ごすことができましたし、えー、毎回なんですけれども行くたびに仮りが増えていっております。で、いつもはね、講座の時はきちんとスーツでやるんですけれども、まあ、沖縄はこの狩りが清掃ということなので、今回は私も含めて受講生の方たち、県外からいらっしゃる方もたくさんいらっしゃって、えー、皆さん仮りでね、ご参加されたのがとってもね、 え、なんかこう一体感があってよかったですね。かりゆしもね、いろんなデザインとか、いろんなこう色のね、バリエーションがすごく多くって、もう見るだけですごく楽しいし、えー、かりゆし屋さんですね。もうちょっと行きつけができてきました。国際通りのね、もう皆さんご存知だと思うんですけど、マンゴーハウスさんね、えー、今回もあの、私はあ、調達してまいりましたので、ね、えー、またちょっと、 こう、かりうしを切る機会をどんどん増やしていきたいな、というふうに思ってます。 でまた、滞在中にですね、偶然、もう朝いつもね、えー、ジョギングしてますけども、ホテルから波の上ぐ回って、ぐるーっと国際通りの方を回って、さあ帰ろうっていう時にですね、なんかすごい大きな綱があって、これなんだろうって思ったら、3年ぶりに開催された、那覇の大綱引き大会の綱だったんですよね。片方だけで100メートルぐらいあったし、それが両方に広がって、真ん中でこうドッキングさせる。 ものだったらしいんですけど、その、ドッキングさせる場所を通ってって、もうこれなんだろうと思ってわけわかんなくて、でも周りにハッピー来てる人もいるし、なんかお祭りなのかなとは思ったんですけどね、わからないかったので、まあ、あの、現地の お受講生の方にこれ何ですかって差し上げたら、3年ぶりに大綱引きが開催されて、まあ、報告、あの、ご国法上ですとか、健康祈願だとか、いろんなことの、お、お願いをして、え、どっちが勝つと、ご国法上とか、どっちが勝つと、健康を増進とか、なんかそういう意味合いなんですよ、なんて聞いて、そういうお祭りも徐々に復活されたのが、本当良よかったなと思います。 えー、だいぶですね、観光客も増えてきたように思うし、外国人の方も多く見られました。おそらく基地の方だけではない観光の外国人の方じゃないかなっていう方も多く見られたので、少しずつね、えー、元に戻ってきた、取り戻してきたような感じがしました。えー、また沖縄行くのが楽しみです。 はい。ではね、えー、もう今日も早速素敵なゲストをお招きしたいと思います。はい。本日のゲストは、仙台通信機器株式会社代表取締役の小岩勝弘さんです。小岩さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。いますはい。えー、仙台通信機器さんということなので、えー、今日小岩さんはどちらからご参加いただいてますか もちろん、仙台です。<laughs> ねえ、もう今日、仙台の方のお話を、えー、このね、オンラインで、えー、沖縄の皆さんにお,お知らせするというね。まあ、この番組も全国で皆さん聞いていただいてますので、えー、もし東北の方いらっしゃいましたら、仙台通信機器さん、ぜひね、えー、検索していただきたいと思うんですけれども、えー、小岩さんとのお出会い、私との出会いはもう2年ぐらいになりますかね。 そうですね、はいうん、年前もう早いものででで、はい、早いですよねでももっともっと長くご一緒させていただいている気がしてますけども小岩さんがもう私の講座を受講いただいたというのが、ね、きっかけでしたね。はいはい、そこからもう2年もう繰り返し繰り返し学んでいただいているんですけれども何かこう変化はありましたかまあそうですねあの、まあ 講座で一番あの勉強すするのがあこれは言っていいいってんですかね ECC やっぱり自分の,あのなんていうんですかね仕事とか自分が何で何でこう頑張ってるのかみたいなことをですね紹介することが結構普段のあの仕事だったりプライベートでもですねあのはっきり言えるようになってきたかなっていうまた、うん、自分の思いも強くなったなっていうのは一番大きいですかね、うん、はい。 なるほどあ、はい、ありがとうございますます、あ、そんなあ小岩さんですけれども何度も何度も繰り返し受講いただいているんですけどまあ、そのたびに、ね、毎回あの懇親会もありますし、えー、まあ深い話もいろいろさせていただくんですがなんといってもね仙台の開催の時の楽しみといえばもう仙台はねおいしい食べ物とお酒がたくさんありますからね。そうですねはい いつもおいしいお店ご紹介いただいてご,ご紹介できて嬉しい仙台といえばもう牛タンとかね、はい、あとはせり鍋とかああせり鍋ああいいところですね <laughs> あとは牡蠣ああそうですねはいもうねもう私の三種の神器みたいになってますね あは素晴らしい。目の付けどころが素晴らしいですね。<laughs> ね、でも牛タン屋さんもね、あのお店によって、ちょっと味が違う、味付けが違ったりとかするので。うん、え、いろいろ楽しめるし、はい、あとは。まあ、セリナベっていうのは、あの。ね、えー、七草粥に入ってるセリちょっと癖のある。ね、はい、お野菜ですけども。はい,はい。はい。それが美味しいんですよね。そうですね。あの。 根っこが入っているのが特徴かなと思うんですけどね。うんうん、はい。シャキシャキタイプはなかったんですけど、最近すごく人気で、はい。ね、うん、ちょっと癖があるんですけどね。そうですね。やっぱちょっと高層の感じが出ちゃうんですけど、うん、それです闇つきになっちゃいますね。はい。はい、ね、ハマっちゃいますよね。はい。あとね、私ね、ハマったのはホヤですかね。えー、すごいですね。<laughs> ほやは皆さんお家でも召し上がるんですかそうですねほやはあの自宅でもスーパーに普通にあの何ていうんですかあのそのまんま売ってて、うん、それをむいて食べるみたいな感じですねちょっと見た目はグロテスクですよねそうですね海のパイナップルって言ってますけどものすごいなんか気味が悪い初めて見た <laughs> これ食べれないでしょって思うような。 はいねなんかパイナップルっていうか,んか、ね、多分見た目はなんかねドラゴンフルーツみたいなああそうですね沖縄の人からしたらそうかもしれませんそうですよね大きさ的にもなんかこう形とか色的にもドラゴンフルーツが似てんのかなと思うんですけど中を開けてみると全然違いますからね違いますね <laughs> ちょっとなんかグロテスクな感じですけど <laughs> はい。 私はそのホヤを初めてあの仙台でいただいた時にあの初心者は天ぷらがいいですよって言われたんですよ。ああそれもすごいですねいいお店に行かれましたね、はい、あそうなんですかうんなかなかホヤの天ぷらは出すとこ少ないかもしれません、はい、あそうなんですねはいはいそうそれでね天ぷらでいただいてなんか食べたら海って感じがしますって言われたんですけど、うん、はいその意味が分かりました。ああ 一口入れて本当に海って感じ。<laughs> この感じ伝わるかな。<laughs> <laughs> そうですね。なかなかあの仙台に来て食べてもらいたいですね。ね。はい、なんで、えー、その天ぷ、えー、天ぷらでいただいて、あとはほやすですかね。うん、お酢で。はいはいはい。あの湿った。これが一番スタンダードですかね。うんうん、はい。もうハマっちゃってですね。 行くいたびに頂いてますけども、うん、まあ本当にね美味しいものたくさんのせんだあとねもうなんといってもやっぱお水がね綺麗な美味しいところですし<あ>国地帯だから日本酒が美味しいですよねそうですね日本酒はもういっぱいご紹介したいお酒はいっぱいあります。<laughs> そうもうも本当にね小岩さんにはいろいろおいしいお店たくさん連れてっていただいてますのでぜひね今のお話聞いてうわあ仙台のお料理食べたいな牛タン食べたいなとかおい、ね、しい日本酒飲みたいなっていう方は、はい、仙台通信機器さんにお問い合わせいただくのもいいかもしれませんね。<laughs> <laughs> はい、そんな小与さんなんですけれども、まあ、会社の、ね、お名前の通り、仙台通信機器ということなんですが、えー、具体的にはどんなお仕事をされていらっしゃるんでしょうか、はいまあ、あの企業向けの,です、ね、あの通信設備、まあで、ビジネス本とか、ネットワーク関係のです、ね、機器の販売工事をさせていただいております。まあ、あの まあ、通信全般をですねサポートすると通信のお仕事でお客様の役に立つっていうことをもっております、はいうん、なるほど通信というのはもう今の時代なくてはならない必需品ですからね、うんはい、そうですね、うん、なんかこう電話がつながらないとかね、えー、ネットがあの入らないとかっていうだけでパニックっちゃいますもんね、うん、今ね。 そうですね。ちょうど昨日もそんなお話で、うん、急遽お客様のところに行って、インターネットつながらないっていうのに対応して、やっぱりつな,がんなくつながってて当たり前で、あのつながんなくなるともうこんなに重要なものはないんだってあのおっしゃっていただくことが多いですね。はい、本当ですね。でもちょっと前までそこまでね、普及してなかったときは、 なくても大丈夫だったのに一回その存在ができてしまうと今度はないと困る存在に変わっていく、ね、その代表的なものがこの通信の世界なんじゃないかなと思うんですけども,、うんうはい、もう今もまさにこのラジオは。 通信ででやってますすからねね <laughs> そうですよ、ね、ラジオですけど、こういう,こう、まあ、今もズームを使ってやったりですとか、えー、いろんなやり方が発達して、えー、皆さんにねこの声でお届けするということがかなっているんですけれども、この通信がなくなったとか、使えなくなった時の不安っていうのは、うん、もうかなり大きなものになりましたよねああそうですね。うん、はい、うん、まあ 一番あのそうです、ね、私が仕事の中で大きかった事例は、東日本大震災のすね。はいあの、一番大きな出来事でした。 なるほど、そうですよね。まあ、あの、通信のみならず、いろんなことがストップしてしまって困ったっていう経験もね、お持ちの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、うんと、まあ、その、小岩さんは、その先代、えー 仙台にいらっしゃるので、東日本大震災を経験されてということがね、今のお仕事にもつながっているというところもあると思うんですけれども、はい、では、えーね、なぜその今のこの通信機器のお仕事をしていらっしゃるんですかはいもともと私、あの2代目でして、父親が創業者で、あのまあ、お手伝いするという形で、ですね後を継ぐということで入った。 ですけれども18年前ぐらいですかね、入ったんですけれども、えー、初めはやっぱり、まあ、父親の仕事で、まあ、通信も全然詳しくなかったですし、あのー、とにかく、まあ、父親の仕事だからっていう感覚でやってたんですけどね、一番大きな出来事は先ほど申しました東日本大震災ですね、もちろん停電にもなりましたし、うんえー 何でしょう通信回線も途切れてですね使えない、事務所がダメになってますからね、そうん、ということであのみんな困っていて、うんでま、中でもですね沿岸部の人たち、ですね、えー、もう津波でやられてしまって、うんえー、別なところに移って早く授業を再開したい、うんま、そのお手伝いをですね、あのー、数多くやらせていただいて、うん、半月ぐらいで300件ぐらいのお客様の。 あの通信設備の数は出してもらいました。はい、わあすごい数ですね。うん。まあそこでそうですね。もう NTT も自前のあのー、通信設備ですかを直すのに必死で、うん、やっぱりあのー、お客様のところにはなかなかいけない状態で。その中で私どもにすごくいっぱいあのー。 問いいい合わせいただいてそれを一ずつ対応してていったっていう形ですねそれで授業が再開できて本当に先通戦通って,言って呼ばれてるんですけどん、はい、のおかげであの仕事は復活できましたって、うん、本当にありがとうっていう声をですねいっぱいいただいてその中の一件はまだ留守電にも取ってるぐらい私にはとても嬉しかったし、あしこの仕事って本当に役に立つしお役に立てる仕事なんだなっていうふうに痛感してそれからもう そうですね転、えーまあ、職のように誇りに思って今やらせてていいただいてますかね、はいうんまあ、東日本大震災っていう本当に未曾有の大,し大きな災害があった時にやっぱその通信っていうものが大きなダメージを受けてしまってでもこの通信があるおかげで安全確認ができたりとかまた仕事を再開して。 えー、皆さんがね生きる糧になったりですとか、えー、そういうふうにどんどんこう変わられたと思うんですけどこの技術そのものがもうね寸断されてしまったというか。うん ねの元になってる先ほどもおっしゃってましたけども NTT さんご自身が自分のところのダメージを復旧させるのに必死だからでもそこを直さなかったら多くの方たちが困っちゃうっていうのもあるんですけどでもそういう大きなものじゃなくてもっともっと小さいところでも小さいことなんだけど大きな問題として抱えていらっしゃる方たちがたくさんいらっしゃったんですよね。 この通信を開通させることによって、えー、こう、前に進むことができる。そんなお,お,お手伝いをね、されたんだっていうことなんですけど、じゃあ、もっともっとね、もうその人のお役に立ったことでものすごく、えー、生きがいになったっていうふうにおっしゃってましたけど、もっとね、実は前にも、周りの方のお役に立って、嬉しいご経験とかもね、うん、お持ちですよねあ。そうですね。やっぱりあの、<laughs> なんそうですね、あのーまあ、先ほども申しましたように、私、あの2代目でやらせていただいているんですけれども、あのー、まあ、父親と母親で、えー、始めた仕事で、えー、でまあ、もうだいたい朝早く出て、夜遅く帰ってくるみたいな形で,で、すね、うん、やっぱりあのー、毎日大変そうで。うんえー まあいつかは、まああのー、父親母親の仕事を手伝ってなくさせてあげたいなという気持ちがあってですねふだ、うんで、まあ、あ普段はきょうだがいるんですけどね兄弟の面倒を見たり、うんえー、してですね、あのー、やってました、うん、やっぱりそういう中でこうお手伝いをして父親母親が遅くに帰って疲れたって言ってか帰ってきた時にですね まああのー、ちゃんとお手伝いできてない時もあって怒られることの方が多かったけれどもすごく、あのー、喜んでもらえるっていうかですね、まあ、そういう経験があって、まあ、あとそうですねいろいろ振り返ってみると何かして、あのー、喜んでもらえるってことがあやっぱ自分の人生なんだなっていうか自分が一番嬉しい幸せを感じれる時だなっていうのがあって。うん でそれがすごくその東日本大震災の時の経験とそのリンクしましてですね、自分は人に喜んでもらえる、えー、ことがあの生きがい、うん、使命だなというふうに感じていますね。うん、はい、うんはい まあそんなね、周りの方にいつでもこう、手を差し伸べて、えー、くださる。まあ、そういうね、優しい気持ちを常にお持ちですし、でそれがきちんと技術として身につけることによって、周りの方の本当に、えー、生活を支えるようなものをきちんと確保するとか、整理するとか、作り出すっていうことをね、えー、小山さんやってらっしゃるのかなというふうに思いますが、はい うん、まさしく通信はもうこれからも切っても切り離せないね、生活にはなくてもならないものですからね、ライフラインですので、なんかこれを維持したり、管理したり、整理したりっていうところでは、え先、ー、代、えぇ、ー、まあ、あさっきも戦通さんっておっしゃってましたけど、先通さんはなくてはならない、えー、存在なんじゃないかな、というふうに思ってます。私なんかはもう全然そういう通信とか電気のこととかもまるでわかんない人なので、 本当にねそういう,こう電気が通らないとかってなったときって、もうどうしていいか分かんなくなっちゃうんですよね。そういうおあの会社さん、まあ、個人の方ももちろんですけど、うん、お会社さんがいっぱいあるんですよね。うん、で、うん、特に中小企業、地元の中小企業なんかは、本当にあのやっぱりそんな詳しい人がい必ずいるわけじゃないんで、うん、待ってるお会社さんがいっぱいあるんですよね。特にに今なんて本当に テレコロナ禍になってテレワークとかですね IoT だったりとか、はい、DX とかっていうことで、うん、あの通信必要とされる場面が多くて、はい、それで困ってる中小企業をやっぱり助けたいなっていう思いがありましてですね仙台、うんうん、に限らず全国各地どこでもなんかそういうお声をいただければあのいろんな仲間がいますので、ねうんはい、対応していけるそういうことを 数多くできる会社になっていきたいなっていうふうには思ってます。はい。心強いですね。いやまだまだ。ではそんな会山さんなんですけども、<laughs> えー、どんな方をご紹介してほしいでしょうか。まあ今ちょっと言っちゃいましたけれども、うんうん、あのー、まずは地元の中小企業の、うん、あの社長さんだったり、うんはい、経営者の方ですかね。うん、はい、えーえー。ご紹介いただいて、特にその。 私どもよくやってるのは、ですね事務機屋さんとコラボしてやるケースがあります。これはなんでかというと、お客さんがやっぱり近いんですね。私たち B2B、まあ企業相手でやってるんですけれども、やっぱり事務機屋さんも地元の中小企業を相手にしてることが多くて、その事務機屋さんの通信だけじゃなくて、その先のお客様のお仕事の。 お手伝いもできるんじゃないかなと思いますし私からもそういうチムキのお仕事をご紹介できるかなというふうに思っていてな、うん、えー、で地元のチムキの中小企業の社長さんだったらいいかなと思ってます。はい、はい ありがとうございます。え、ぜひですね、通信に関してはもう何でも、おね、頼れる存在ですので、え、ぜひ、え、仙台通信機器株式会社、え、代表取締役の、小岩勝彦さんにお問い合わせいただければと思います。また、お問い合わせは、え、FM 技能ワンのホームページ、え、もしくは、アセンチブジャパンの方までお問い合わせください。本日は、え、仙台通信機器株式会社、代表取締役、小岩勝弘さん、ご参加いただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。 はい。では最後に番組からのお知らせです。えー、リファラルマーケティングセミナーがですね、えー、11月17日、オンラインで開催されます。どうやったら紹介もらえるのかなもっと紹介増やしたいなそういうふうに思ってらっしゃる方は、ぜひこのオンラインのセミナーの方にお越しください。講師は私が務めております。えー、こちらお問い合わせお申し込みは、アセンティブジャパンのホームページまでお願いいたします。 えー、あっという間のお時間でしたけれども、えー、もう季節の変わり目です。ぜひ皆さんお、体調には気をつけてください。お仕事中の方、お車運転中の方、お気をつけて現地まで行ってくださいね。では素敵な一週間と1月曜日、えー、お過ごしください。えー、終えてはいけない意味でした。また来週お会いしましょう。行ってらっしゃい